アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミンネトラジ BJ 増本です。はい、春になってまいりまして、湘南ウクレレクラブの方のコンサート出演の方がぼちぼちと決まってきております。今決まっているところでは4月の27日土曜日、川和神社ウクレレジャンボリーですね。それから、あとは5月19日、来月になりますね、日曜日、里山公園の春祭りのステージに湘南ウクレレクラブで出演することになりました。詳細はまあ練習会などで、この番組の後ほどでもお話ししましょうかね。はい、皆さんですね、アロハも揃いましたところで、まだ L サイズと LL サイズは揃ってないですけどね、アロハを着て出演という風な形にしていこうと思います。というところで今夜もアコシュミンネトラジ、最後までお付き合いをよろしくお願いします。茅ヶ崎 FM、はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。最近はなんか花粉の影響があまりなく、目がかゆいぐらいで済んでるところですかね。いつもこの時期になるとマスクは手放せない。部屋の中でもマスクしないとダメなんですよ。で、寝てる間もマスクをずっとしとかないと鼻が詰まって目が覚める。これ一番熟睡できなくて辛いじゃないですか。だからもうずっと家でも四六時中マスクをしてですね、で寝てる間というのはやはりこのマスクが邪魔になったりして勝手に取るんでしょうね、そうするとまた鼻が詰まって目が覚めるという負の連鎖が続いてたんですけども、今年はですね、ほとんど影響ないです。洗濯物もいつもは空気清浄機じゃないや、何でしたっけ、除湿機だ、除湿機で、除湿しながら、こう乾燥させて、部屋の中で乾燥させてたんです。花粉に触れなさせないようにですね。それが今年は外で干してても全然平気です。はい、まあ老化でこう何て言うんですか、免疫力が下がると花粉に反応しなくなるということもあるみたいなんですけど、そうではなくてですね、腸の環境を良くすればいいということで、小麦をあんまり食べない。今まで毎日のようにラーメン、うどん、ラーメン、うどん、パンなんていう風にしてたんですけど、その小麦をほとんど食べないような、ほとんどっていうのは時々食べたい時はラーメンもやっぱり食べますからね。はい。それから添加物を取らない。んで、今までも10年以上ですね、ヨーグルトがいいって聞いてたから毎日食べてたんですけど、効果なくて、実はヨーグルトはいいけども牛乳がダメということで、ヨーグルト、牛乳スパッとやめてですね、今美容ヘルミを飲んでます。これだけで効果が出てるんではない。もちろん薬も飲んでますけどね。でもいつも薬飲んで、去年までその鼻が詰まって大変だったんですよ。聞こえ
ば届きそうね。今日も歌って茅ヶ崎 FM。はい、先ほど冒頭でお話ししました湘南ウクレレクラブの出演がいろいろ続いてますよということなんですけど、一番早いところが4月の27日川和神社ウクレレジャンボリーということで、川和神社っていうのはあの JR 二宮駅からちょっと行ったところにある、神社なんですけども、こちら、まあ、その神社があの相模の国の二宮なんですね。一宮が一応あの寒川神社で、で二宮が川和神社ということで、その神社があるので二宮町ということになってます。由緒正しい神社のこちらの境内にあります、神楽殿というところ、こちらで、発表します、演奏します。まあ、あの演奏発表会みたいに個人的な出演はないんです。あの去年もやらせていただいたような形で湘南ウクレレクラブでドッとまとまって出るような感じのステージになっております。曲の方は一応決まっておりまして、まあ、湘南ウクレレクラブのカレンダーっていうのが Google カレンダーに載ってるんですけど、練習会の予定表ですね、これの4月の27日のところクリックしていただくと、あの川和神社ウクレレジャンボリーって書いてあるので、それをクリック、またタップですねしていただくと、バーッと曲が出てくると思います。どういう感じのやるのかなっていうのをそこで見ていただけると、いいかなと思います。ただあくまでもまだ予定です。でこの川和神社演奏会のこのウクレレジャンボリーのなんかいろいろ出てきてややこしいですね。このコンサートの、演奏練習ですね、コンサートのための練習を3月の23日、今月の第3土曜日ですね、海風テラスの BF1 というお部屋でやります。出たいなという、この川和神社、ウクレレジャンボリーに出たいなという方はそこに参加してください。譜面の方を持ってない方は当日も買えますけども、早めに言っといていただく、もしくはその、Google カレンダーの方に載ってるのかな？もしリンクが貼ってなければ、湘南ウクレレ系、湘南ウクレレクラブのホームページのお知らせページというところ、こちらに載ってると思います。全曲やるわけじゃないんですよ。その中で23日に練習して決めるという感じです。I can't stop the loneliness. こらえきれず悲しい。心配し感じてた昼下がりのカフェテラス、あの日電話が不意になったの、あの人と別れてと彼女から、茅ヶ崎 FM。 はい、最近はですね、もっ
パラテナーウクレレを弾いてます。はい。まあ、ウクレレというのは、ソプラノウクレレ、コンサートウクレレ、テナーウクレレと大きさが3つ違う。基本的にまあ一番中心となるものがこの3種類なんですけども、通常は BJ はソプラノウクレレをよく一番小さいタイプですね。それを使ってたんです。で一番小さいウクレレというと、牧伸二さんが嫌になっちゃってた歌を歌ってる時に使ってた小さいタイプ。あ、これわかんないですかね。まあ一番小さいウクレレと言われると皆さんがこう頭の中ピンと浮いてウクレレやってない方がですよ、頭の中にピッと出てくる小さくてこう小型で可愛らしいやつ、これがソプラノウクレレです。でそれよりもちょっと大きいのがコンサートで、もっと大きいのがテナーなんですね。でこの3種類同じチューニングなので同じ譜面を弾いてその仲間同士で弾くときに、この音がずれないって同じ音が出るということなんですけども、まあ通常サックスの場合はソプラノとコンサート、コンサートじゃない、ソプラノとアルトとテナーでは音域が違ったりするんですよね。音が違う、出てくる音が違うんですよ。歌手でもそうじゃないですか。ソプラノとかテノールとかあるじゃないですか。ああいうので皆さん音域が違うんですけど、ウクレレはなぜか同じな、まあ俗説言うとまあいろいろあるんですけど、基本的にはまあ同じチューニングで楽しむ。で日によって今日は小さいので行こう、今日は中間、明日は大きいやつっていう風な感じで持ち替えて、同じように弾いても昨日弾いた曲、違うウクレレで昨日弾いた曲がそのまま同じ音程 で音が出てくるので、これはいろいろと楽しいですよね。まあ言うなれば軽自動車も乗ってるし、普通も乗ってるし、バスにも乗ってるみたいな、なんかちょっと大げさかもしれないですけど、そういう感じでいろんなサイズを楽しめるのがまあウクレレ楽しいですよ。やってない方ぜひ一緒に、どうですか。はい、ありがとうございました。アホ趣味ネトラジー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。もう一回言っておきます。4月の27日土曜日、川和神社のウクレレジャンボリー、それから5月の19日こちらは日曜日ですね、茅ヶ崎里山公園の春祭りステージ、どちらもぜひ皆さんの出演をお待ちしてます。まだウクレレやってない方間に合いますからね、ぜひ一緒にやりましょう。で一応湘南ウクレレクラブのこう並び順っていうのがありまして、1列目にこうステージの、正面から見て1列目に並んでる方は結構弾ける方なんですね。で2列目に並んでる方は大体弾ける方で、3列目は笑顔の素敵な方に並んでいただいておりますので、笑顔の素敵な方は全然大丈夫ですから、参加して一緒にステージからの景色を見るだけでも楽しいですからね。はい、一緒にやりましょうというところで、今回のアコ趣味レトラジは以上です。今日はなんか寒いですよね、昨日今日と風邪ひきそうですけども、皆さん気をつけてくださいというところで、また来週、おやすみなさい、さようなら。
茅ヶ崎 FM。